ウラジカフカスは、ロシア連邦の北カフカス地方に位置する北オセチア共和国の首都。人口は約30万人。グルジア軍用道路と呼ばれる観光ルートで、トビリシと結ばれている。テレク川の下半に位置し、南北にカフカスの北のボルガ川、ドン川方面と、南カフカスのグルジアのトビリシとをつなぎ、東に出れば、チェチェン・イングーシュダゲスタン方面に至る北カフカスのようにあたる。1784年に、ロシア帝国のカフカス支配の中心都市として、建設された都市で、都市名に含まれるウラジは、ウラジオストクのウラジと同様に、領有するという意味の動詞の派生語である。ソビエト連邦時代の1931年からは、この地方で活動したボリシェビキの革命家、セルゴ・オルジョニキーゼの名を取って、オルジョニキーゼと呼ばれていた。また、1944年から1954年の間は、オセット語で、ザーウガの集落を意味するジャウジカウと呼ばれた。その後、ソ連末期の1990年に、旧名のウラジカフカスに戻された。大相撲元力士、盧鵬、白露山兄弟、若の方、アランの出身地である。西岸海洋性気候であり、比較的冬の寒さは厳しくない。標高が高いため夏も冷涼であるが、稀に異常高温となることもある。春から夏を中心に降水量が多くなる。ありがとうございます。